はい、どうもカンタの大冒険へようこそ。カンタの個人チャンネルでございます。はい、本日の動画はですね、すごくすごく僕の話をする動画となっているので、いつもカンタの大冒険を見ていないぞっていう皆さんはちょっと心してご覧ください。長ったらしく喋ります。長ったらしくはないか、動画自体は。ですね、下見ていただいたらわかる通り、ちょっと時間が経ってしまったんです。カンタの大冒険って大体2週間ぐらい差あるからね、時間の。私たち、カンタの大冒険、なんと、登録者50万人突破いたしました。イェイ。ありがとうございます。これはめちゃめちゃ嬉しいことですね。気づいたら51万人やら何やらになっておりまして、まあ昨今登録者数じゃなくなってきたとも思うんですよ。なぜかっていうとショート動画、まあ僕もそうですけども、それでチャンネル登録が伸びることがあったりするんですけど、またそれとね、普通の動画を見る人の層が違ったりとかすると思うんで、まあそこの捉え方は様々だと思います、正直。ただまさか50万人いくと思ってなかった。本当にありがとうございます。でですよ、カンタの大冒険会議を今回行いたいと思いまして、年に1回ぐらい大体やってるんですよ、この企画。今のカンタの大冒険の所在地ってどこなのっていうことですよね。何を目指して、君は何をしたいの。水溜りボンドでの活動は分かった。じゃあカンタの大冒険って何なの。カンタの大冒険は公園です。公園です。まあ僕に共感してくれてる人とか、まあ僕のこと、まあ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 って思ってる人とか、なんか見てるよって人とか、そういう人たちとこの場所でまあゆったり過ごせたらいいななんて思ってね、肩の力を入れずにやってるのがこのチャンネルなわけですよ。で、今回まとめてきました、いろいろ。じゃあ僕たちは次どこに目指すのか、とりあえずね、ポジティブな話からいきましょう。ポジティブな話、はい、こちらまとめてみました。はい、こちらですね。トピックス、30万人目標だったんですね、今年。大幅更新、本当にありがとうございます。これみんなのおかげです。次、2023年のカンタの大冒険は好きなものだけを仕事にしている。ありがとうございます。本当に申し訳ないんですけども、興味がないものに関してはお断りさせていただいております。こんなことを言うべきではないのかもしれないんですけども。で、逆に言ったら、僕が本当にいいなと思ったものとお仕事をさせていただきまして、バスケ関係もそうですし、そんなにね、頻繁ではないんですけども、まあみんなと一緒に楽しめるし、自分がおすすめしたいなというものは、一緒にお仕事させていただいております。逆に言ったら、僕と一緒にお仕事したいよとか、僕に物撮りで何とか撮ってほしいよとか、こういう CM 作ってほしいよっていう人がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。はい。お仕事にはなってしまうんですけども。はい。なるべくできればやななんて思ってます。はい、続いて。海外だけでなく日本にも。はい。これ結構嬉しいポイントでございます。これ線引いときましょう。はい、こちらですね。海外、カンタの大冒険。次、1億再生目指している動画がありまして、日本の方が多いこともあるんですね。本当に嬉しい限りでございます。いろんな YouTuber とコラボしてたり、街を歩いてても、あれ見ましたよって言ってもらえることも多いんですよ。やっぱこれ日本でも見てもらえてるから嬉しいななんて思って、この間ジュキヤくんにね、会った時はね、水風船を自分で割ってそれが落ちてってどっか行ったと思ったら帰ってきて殴るの、あれ頭おかしいですよって言われました。確かにね、冷静に俺、水しぶきとかが綺麗だからやっちゃってたんですけども、冷静に考えたらサイコパスですよね。バケツ取りに行ったのかと思ったのにみたいな感じでございます。続いて、自分のペースでだいたい週2投稿はい、しております。カンタの大冒険は、もう無理をしない。うん。やりたくないのにやらない。でもやりたい気がする。そんな感じでやってるので、ファンの人とか、カンタの大冒険を見てくれてる人に楽しんでほしい。定期的に楽しんでほしいっていう気持ちもあるんで、なるべく、基本的に木曜日と日曜日に横動画を投稿させていただいております。ありがとうございます。これの頻度を上げることはおそらくないです。ごめんなさい。ただ、ショート動画は結構載せてるね。最近毎日ぐらい載せてるね。結構時間かかったりとかも当然するものも多いんですけども、編集チームのみんなとか映像がね得意なやつとかも一緒にいるんで、一緒にアイデアを出してみんなで作っているぞっていうのをあえてここで言わせていただきます。まあ当然ね、僕がやりたいことをやってるっていうのは、僕はやりたくないことをやってる時の顔はもう見たらわかると思うんで、はい、僕のことをよく見てくれてる人はこの喋り方気持ち悪っ
何？なんか流暢に喋りますみたいなね。僕は どんなに取り繕っても分かる人は分かってしまうのかなとかも思いながらやっております。はい、次、横動画でシリーズを作れた、こちら。はい、こちら何かと言いますと、カンタの最近買ったものシリーズ。これね、今度はあの9月10月分を撮るよっていう話をしてるんですけども、9月10月分撮って11月12月分を撮ったら、なんとカンタの大冒険で毎月買ったものを1年間紹介し続けれたということで、かなり嬉しいです、それは。はい、続いてカンタチャンネルズキットの爆心、これみんなすごかった。ブームの人びっくりしてたから、本当に300個売れるかなっていうことが2500個売れることなんてなかなかないらしいからね。ありがとうございます。もうあれを販売することはありません。これはみんなと約束したことなんで、ぜひ皆さん大切に取っておいてください。今度ね、カンタチャンネルズ会員証を持ってる人に会いに行こうとか、街で探してみるとか、そういう企画もやってみたいなと思います。僕がねバタバタしてたりとか、今違うなってタイミングじゃない限りは会員証を見せてくれたら、サインとか何でもするんで、写真も撮ったり、まあ基本的に何でもしますけども、会員証を持ってるとマジじゃんって僕が言います。めっちゃ好きなんだなっていうのがわかるんで、僕としても嬉しいです。さあ、こっからが本題でございます。こっからが話したいこと、はい、こちら問題点。さて、じゃあこんな順風満帆に見えるカンタの大冒険、一体なんか問題でもあるのか。これね、あの最近50万人突破した時に結構考えてたのよ、モン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 って。はい、なんでちょっとまとめてきましたし、ここからの展望だったりとか、僕の将来の話とかもしていくと思うんで、チェックしてくれよな。いきます。はい、 KYTT 消滅。はい、これみんな気になってたかな。KYTT っていうのは僕のカンタ会というね、僕が一緒にご飯を食べれる友達とか、なんかそういうグループを作って定期的に集まって友達を作りたいみたいな感じのね、企画だったんですよ。で、第1回目募集させていただいた時、タックさんが来てくれて、面白いなとか、次もやってくださいよっていうのもあったんですよ。でもね、なんて言うんだろうな、なんかそういう会を取り仕切るプレッシャーに潰されちゃって、なんかなかなか思うように足が進まなかったということなんで、もう考えました。今考えつきました。2024年シーズンで開催、どうでしょう。これ決めちゃおう、もうシーズンで開催。見たことない、これ。春編、夏編、冬編、秋編、順番大丈夫かな。はい、春編、夏編、冬編、秋編をね、準備しよう。これは KYTT 絶対やろう、もうやりたいんだから。やったらやったって絶対楽しいんだから。ごめんなさい、みんなのためにという言い訳のもと、本当は僕がやりたいことを、僕の背中を僕が押させてください。 KYTT の消滅、これ一個大きい問題でした。続いてこれやりたい。はい、ゲーム実況プラス生配信やりたい。いやー、昨日ね、ポッキーさんとまたご飯ね、行ってね、いろいろ話したりとか、仲良くさせていただいてるんですけども、ポ味噌汁にそんなに参加できないんです。で、これもう、ぶっちゃけるよ。ぶっちゃけると、ゲーム実況者さんって、ものすごい、ゲームも上手だし、めっちゃみんな優しくて、超楽しいんだけど、みんなが優しすぎて、なんか申し訳ない。って俺がすごく感じちゃうのよ。なんかごめんなさいみたいな、俺そんな上手じゃないかもしれないからちょっとやめとこうかなとか、変に俺が気使っちゃってんのよ。いつでも来てくださいって言われてんのに、ちょっと得意なゲームとかだったらみたいな感じになっちゃって、仲良くなりたいのに仲良くなれない、このもどかしさを今正直味わってて、まあそれもポッキーさんにもちゃんと相談して、ここからポミソ汁しっかり活動していこうかなと。ポミソ汁の皆さんともね、ご飯行きたいなとか思って、どんどん仲良くなりたいなと思っている次第でございます。でですよ、このゲーム実況っていうもの、僕好きなんですよ。見るのも好きだし、やるのも好き。だからこそ、決めました。僕が普段やりたいゲーム、マリオメーカーやろう。はい。マリオメーカーやります。
はい、これ約束します。そして生配信やりたいっていうのは、オンリーアップの生配信めっちゃ楽しかったのよ俺。で、なんかたまにはね、ゲーム実況で心霊系やったりとかなんとかやったりとかもあると思うんだけど、サワでいうマリオカートとかプロスピみたいな、一個この人ってこのゲームやってるよねっていうイメージをねつけたくてですね、そっちの方が見やすかったりするかなと思って、なんかあくまでゲーム実況とかゲーム生配信って僕の中で一緒にファンの人と楽しんで会話したいっていうのが大きいんで、毎回毎回新しいやりたいゲームとか持ってくると説明とかも難しかったり、俺もうわ伝わりきってないかなってなっちゃって、バンジョーとカズエンテクとかそうだったの、たまにでいいなと思っちゃって、なんかそういうところも含めてマリオメーカーとかゲーム生配信やりたい。2024年週1ぐらいでやりたい。何曜日がいいか言って、みんな何曜日の何時がいいか言ってコメントに書いてください。これも俺のことすごい見てくれてる人しかここまで多分見てないと思うんで、みんなの意見通りやすいです。募集続いて、50万人突破カンタチャンネルズグッズについて、はい、最近コメントとかツイッターでもたまに聞かれます。カンタの大冒険グッズ売れたようで良かったですね、ありがとうございます。50万人突破したそうなのですが、第2弾っていつ頃発売する予定ですかと。まあ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 、カンタの大冒険50万人突破グッズ、実は全く準備してません。あんまりそんなにいっぱい作りたいと思わない。いやなんかね、あれめっちゃ大変だったのよ、カンタの大冒険カードだからこそよかったんだけど、俺はそんなねシーズンズでは出せない、こだわりたいからもううわーってなっちゃう。だから実は今日お昼にですね、カンタの大冒険の新しいグッズのミーティングキックオフスタートをしました。ただ発売は来年の2月とか4月とか5月とかに多分なると思うんで、よろしくお願いします。で、何を発売するのか、これ実はもう決まってます。いや変更もあるかもしれない、 G 分かんなくなった、間違えた、やべ。はい、剣と盾、剣と盾作るよ。で、今日ミーティングしたら嘘でしょって言われました。めちゃくちゃなこと言ってたみたいです、なんかどうやら。ちょっと一回みんなに伝えるわ、俺が提案したこと。今俺の頭の中にあるものをイメージして書いてってるね。で、絶対無理と言われました。ちなみに、はい、書きました。イメージこんな感じです。ちょっとみんなのコメントお待ちしております。絶対に無理だと言われたんですが、5000円でいきたいなと思っております。決めてしまっています、ごめんなさい。産むの人もこれ見て嫌な気持ちになってるかもしれないんですけども、最大限やりたいです。で、こちら剣の方はペンでございます。ペンは剣よりも強しというぐらいなんで、カンタの大冒険のグッズは剣ではなくペンでございます。ただ剣の方に入ってるこれ箱2個組み合わさるようになってるんですよ。はい、剣と盾どっちもを買った人はこうやって組み合わせれるよみたいになってて、剣の方は勇者で、こっちは怪物がねいるという、で2枚がつながるようなパッケージになっているということでございます。で、勇者の剣ってさ抜けなかったりするんで、こういう台座もね、つけれたら嬉しいです。そしてインクに関してはなんとかレッド、なんとかブルー、なんとかブラックということでね、インクの色も本当はこだわりたいよと。で、こっちに関してはちょっと K とかカンタアドベンチャーみたいに書いてあるとしても、そんなにここはね、こだわりません。上質で使いやすさ優先でございます。その見た目的にはこだわらないということですね。で、ゴールドとかちょっとここはちょっと考えようですね。ただ実用的なものがいいなということでペンでございます。そして、盾、盾っていうのは100万人の盾とかもあったりするじゃないですか。そういう感じで、こないだ生配信でね、メダルとかコインとか作ってほしいっていうのがあったんで、50万人を記念して 1,2,3,4,5、はい、10万人ごとに集めてきたこのね、マガタマなのか、ね、ドラゴンボールなのかわかんないんですけど、こういうコインが5個セットでケースに入っている。で、このデザインもこだわりたい、ここに。で、それが箱の中に入ってるのが、盾の方です。剣と盾。で、その剣と盾を同時購入すると、ノート、冒険の書が手に入るという。これ、ノートはね、僕のイメージだと、原価安いんじゃねえかなと思ってて、で、デザインの表紙を僕がすることによって、僕のことを応援してくれてる人にとってはなんかちょっとデザイン的に良くていいなってなりやすいし、ちょっとコストも下げれるかなと。
はい。で、今日、僕がこれを言ってるときは、みんなは、すごく、不安そうでした。なぜなら、コインで、1個で2000円みたいな話もあったのよ。でも、それはちょっと厳しいです、と。で、中国の会社さんに僕が作りに行くとかもありなんですかねっていう話もしたけど、ちょっとよくわかんないですっていう話。ボールペンに関しては、意外とボールペンの方が高くなっちゃうんじゃないかということで、今リサーチしていただいております。はい、今回のグッズは難航しそうですね。ただ、これ絶対いいものにはしたいので、値段はちょっとわかんない。で、あとね、カンタチャンネルズ会員証をどっかにはめれるようにしたいんだよな。うん。ノートとかの背表紙とかに会員証入れみたいなのを作る。これも高くなっちゃうか。はい。なんで、僕はもう、みんなからお金をこう集めて、利益とかをそんなすごく考える。まあ、事務所に所属してるんで、ある程度納めなければならないものはあるんですけど、できる限り、僕が作ったものがみんなに届いてほしい。これだけでやらせていただいております。ありがとうございます。でですよ、こうなってくると、じゃあ、どうなのかと。カンタがこんなむちゃくちゃなことばっかり言ってていいのかと。いう話になると思うんです。さらにこんなこと言います。はい。30歳になるので本を書きたい。言ったかな？言ってないんじゃないかな？ 30 になるんですよ、僕。来年の4月4日で。その時本発売したいなぁと思ってて。それからもう10年おきに俺本出そうかなと思って。でですよ。で、これ聞いてほしいのが、いろんな芸能人が出してる本って、それをきっかけで興味持つ人とかもいたりするじゃないですか。タレント本ってやつ。で、YouTuber でもたくさんの人出してると思うんですけど、僕それ書けないなと思ったんです。はい。ちょっと、申し訳ない。カンタの大冒険とか水溜りボンド見てくれてる人にだったら、カンタってこうやって考えてて、自分の人生にはこういうところ使えるんじゃないかなとか、自分もこういう考え方しようみたいな、ちょっとした本当に読みたい人だけが読む本だったら、そんなに気負わず作れるのかなと思ったんで、書かせていただきたいなと思っております。はい、これみんなコメントでどんどん言ってね、これ違うんじゃないってこととかあったらどんどん言ってね、これまだただ単に俺の頭の中をそのまま話してるだけだから。で、なぜカンタは、盾と剣と本、そして冒険の書、こんなに4つも来年出そうって言ってんのか、決まってんじゃん！さすがにポップアップやろうぜ！はい、これでございます。これ要は、まあ、僕結構いろんなこと言ってきたんだけど、これ1個になるんじゃねって思ってるんです。わかんないです。どうなるか。でも、ポップアップを開くには何もなさすぎるなということで、あ、そういえばグッズ作るし、本も書きたいから、それでポップアップじゃんということで、2024年にはポップアップ開催。で、これなんでポップアップよりやりたいなって思ったかというと、トミー結構視聴者さんと会うイベントしてるじゃん。で、俺もトークライブで視聴者さんに会ってるけど、単品ではあんまりやってなくて、やだとかないのよ。やだとかないんだけど、俺、来てもらってハイタッチするだけだと申し訳ないなって思っちゃうんです。あんまたくさん話せるわけじゃないし。そういう意味で、なんかを買いに来て、カンタのグッズだってなったついでに、僕がいるとかだった方が、なんか僕的にも嬉しいなと思ったんで、ポパ、これでいこう。開催でございます。そして、映像の仕事ください。こちら、映像の仕事ください。はい、これね、カンタの大冒険のショートのかっこいい映像もそうだし、僕のね、友人、タクロウがやってる会社に一応僕も参加してるわけですよ。役職はない、平社員で。平社員の僕でも、映像を見たいって言ってくれる人もいますし、僕も撮んのめっちゃ楽しいのよ。っていうのもあるから、また仕事いただけたら、仕事じゃなくてもなんか、カンタこれ好きそうじゃんでもいいですし、ありましたら、メールアドレス貼ってておくんで、ぜひ言ってくれたら、何でも多分ね、楽しそうだったらやると思いますし、ミュージックビデオでも、もしね、アーティストさんがいらっしゃったら、やらせていただけたらいいなと思っております。そっちのね、会社も結構いろいろお仕事いただけてるようで、順調なんです、すごく。で、みんな頑張ってるし、こっちの会社のお仕事もぜひお待ちしております。すいません、営業でした。これ言ってないわ。僕、それで、ポップアップもそうだし、最近の個人チャンネルもそうだけど、頻度が増えることによって視聴者さんとの距離
とか信頼関係は築けてるなと思うんだけど、生配信の数だったりとかゲーム実況とかなんかそういう素の部分が見えるものがないと、なんかある種ちょっと距離感が逆に生まれちゃう。高頻度で見るけどなんか寂しさがあるみたいなことってあんのかなってちょっと思ってて、だからこそまあ週1ぐらいでインスタライブとかね、オンリーアップやったりして、こういうのってすげえ大切だなって思うんですよ。皆さんのために僕もね YouTube 頑張りたいなと思うことも多いんで、生配信するっていう流れなんですけども、こちら、はい、ボイシーで雑談、これちょっと新しい。ボイシーの社長さんとこの間ラジオで出させていただいて、最近だったらヤマトも始めたのかな、コムドットのヤマトも始めたとか、内藤さんがやってるみたいな話なんですけど、内藤さんがやってるイメージかな、俺が言ってんのは。なんか朝ちょっと20分喋るとかでいいんです、あれってラジオみたいな雑談で。なんかさ、インスタライブ毎回さ、見れたかった見れたって人が言ったりとかさ、タイミング的に何分やればいいんだろうとか結構気にしちゃうことも多いんで、ボイシーっていうアプリがあるんですよ、スマホの。それを入れると、僕が毎日、例えば朝さ、別にさ寝起きでもいいからさ、昨日夜こういう映画見てこういうことを考えてこうだったんだよねとか、編集チームのみんなと喋ってる感じとか、俺こういうの好きなんだよねとかっていう話を、なんかボイシーでできたら、僕っていうカンタっていう、こう、もうごめんね今日すごい難しい話してんね、こんぐらい僕がある中で表面化してるのって多分 70% ぐらいなんですよ。で 30% の僕ってまあインスタライブとかで出てくるこういう時もそうですけど、意外ともう喋りたいし、結構考えたりとか、なんだろうな、考える真面目な部分もあるんですよ。大人になってきた部分もあって、そういう部分も出せる場所、個人チャンネルっていつもいつもこういうこと話しててもさ、なんかさ心機臭いじゃん。ゲーム実況やりたいしみたいな。だから裏カンタっていうのかな、裏カンタなのか、闇カンタなのか、大人カンタなのかわかんないですけど、まあそういう笑いとかじゃなくて、真剣にこういうことを考えたんですっていうところを話せるのは、ボイシーなんじゃないかなと思って、アカウントを多分作りました！急に。作ってやるんで、ぜひ皆さん通勤とかさ、まあ、夜寝る前でもいいし、ちょっと好きなトピックとかで分けれるから、なんかめっちゃハードルの低い YouTube みたいな感じで、ぜひ遊びに来てください。コメントとかも読めたりとかもするんじゃないかな。うん、それやっていこう。なんでカンタの大冒険、こういうピラミッドがあるとしたら、これでしょ、こういうことでしょ。ごめん、今考えたから分かりづらいかもしれないけど、分かりやすく書いたわ。分かりづらいかもしれないけど、はい、ショート動画、これ世界中の人に見てもらってます。直近で1億再生いきそうな動画もあります。本当にありがとうございます。横動画もいろんな YouTuber さんと素の状態で話せれるようになってきました。ありがとうございます。そして生配信で視聴者さんともっと仲良くなったりとか、ゲーム実況したら楽しそうです。で、グッズとポップアップ、これどっちもどっちの順番かわかんない。グッズとかポップアップとかを一緒に動画で楽しむのも、動画としてファンの人と楽しめてて楽しいです。で、インスタライブがここにあったんですよ、僕の中で。本当の素を出せるというか、楽しませたいが勝っちゃうんですけど、インスタライブは僕の話を聞いてほしいなんです、ここ。でも聞けない人がいたりとか、いろいろ考えることもあるんで、さらにこの上にボイシーというアプリを使って、一日、毎日は無理かな、これまたちょっと動画で別でするかもしれないですけど、週3、4ぐらいで20分ぐらい喋って、今日こんなことあったよみたいな、こういう風に思ったんだよっていう、完全自己満ラジオをやって、その自己満ラジオを聞いてくれる人が100人でもいたら幸せじゃねっていうもの。ちょっとでもみんなのおかげで経験できる経験をさ、糧にしてさ、なんか役立ったらいいななんて思うんで、こういう布陣でいきましょう。結構ちゃんと話したな今日。話すと話すよね俺。はい、ということで、はい、終了終了。はい、ということで、改めてごめんなさい、50万人というね、ちょっと喉枯れそうなぐらい喋ったんですけど、50万人という、こういう嬉しいタイミングだからこそ、自分たちは何をする、じゃあこっからどうしようっていうのを、ファンの人にもしっかり理解してほしいし、一緒に楽しみたいなと思って、
ちょっと長めに喋りました。全部見てくれてる人いるかわかんないんですけども、もしいたらコメントでこうなんじゃないとかこう思うよとか、まあ、僕自身のね幸せとか僕がやりたいこともあるんですけども、それがねみんなと同じ方向を向けているからこそカンタの大冒険だと僕は思うわけですよ。なんでね、ちょっと思ったこととかいいよいいねとかありましたら、まあ全員の意見を聞くことってできないと思うんですけど、しっかりみんなと楽しみたいなと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価をまだしてない人もぜひお願いします。それでは以上、カンタの大冒険でした。50万人、本当にありがとうございます。ごめんなさい。追加情報がありました。はい。これ絶対言おうと思ってたこと、絶対忘れました。皆さんに協力してもらいたいお話なんですけども、実は、トミビデオは切り抜き OK にしてるみたいな話があって、そろそろカンタの大冒険も一回試そうかなということで、概要欄にウームのリンクが貼ってあると思うんですけども、そこにカンタの大冒険の切り抜きの許可を送っていただけると公認、一応僕も目通すと思うんですけど、公認チャンネルとして、カンタの大冒険切り抜きを皆さんにぜひお願いできたらなと思っております。で、なんか収益が行ったりとか収益化したらまた相談みたいなんですけども、一旦そこまで何も考えてないんですけど、ぜひ一緒にカンタの大冒険を盛り上げてくださると嬉しいなと。ショート動画もそうですし横動画でもいいんですけど、僕の皆さんに伝えたいこととしては、なんかねみんながね嫌な気持ちになんないような動画が僕は好きなんで、楽しんでもらえる感じで切り抜いてもらって、それがね1人2人3人と広がっていくお手伝いをみんなにしていただいて広まっていったらいいななんて思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。以上でした。